国鉄 EF10 軽電気機関車。EF10 型は日本国有鉄道国鉄の前身である鉄道省が貨物列車圏引用に1934年から製造した直流電気機関車である。鉄道省は大正時代末期から欧米の輸入電気機関車を導入し、その実績をもとに1928年。 旅客列車用の大型機関車 e f 5 2型を国産開発したが、これが好成績を収めたことから、1932年には、その改良型として、東海道本線の優等列車権引を考慮した、大型高速旅客機関車 EEF53 型を開発していた。しかし、本線貨物列車用の大型機関車国産化は遅れ、もっぱら輸入機関車によって、 貨物列車を運行していた。このため、それらを代替すべく e f 5 3の設計を基本に、その派生型として開発されたのが、本形式である。1934年から1941年に、かけて、日立製作所、汽車製造、三菱重工業、川崎重工業、日本車両製造で41両が製造された。モーターや、 単位スイッチ制御機などの基本機構は e f 5 3型のシステムを踏襲したが、歯車比を牽引力重視の低速型に変更し、最高速度が低いことから、先、受大車も旅客機関車のような二軸ではなく、より簡素な一軸式の LT112.113 となっている。したがって、軸配置は 1cc1 となった。当時としては、大型の機関車であり、 東海道本線の電閣間で貨物列車牽引に用いられたほか、勾配線の中央本線や上越線、水上石田間では旅客列車牽引にも充当された。量産は1942年まで続き、戦前形の国鉄電気機関車としては最多の合計41両が製造された。以降の増備は、 基本設計は共通ながら、主電動機を変更し出力増強を図った EF-12 型に移行していい。また、上越線、水上石田間と中央本線向けとして EF-10 型に改正ブレーキを追加した設計の EF-11 系4両が作られている。長期量産によって携帯にも変化が生じ、当時の鉄道省における電気機関車向けの テストベッド的技術導入の対象にもなった。16号機までは EF53 型に順次リベット組み立てされて、角張った車体を持ち、1938.39年製の17号機から24号機は、前年登場の EF11K4 号機に告示した、丸みの強い溶接構造の反流線型車体、25号機以降は、 EF56 蛍光器型に準じた簡素な、角形溶接車体となっている。また、台車形状も製造時期により変化しており、大半は、旧型電気機関車で、一般的な膨大枠構造の HT56 で、あったが、一部に、住友金属工業製一体中高台車の HT57、17.20から2458、 30から33を装着したものがあった。大型の一体中高台車は、合成は高かったものの、現場での台車と再機器の整備性に難があり、製造をできるメーカーも住友に限られたことか、当時は大量正式化には至っていない。25号機以降は1942年に、完成した下関駅も自駅間の関門トンネル電化区間への投入を前提に、製造された。 さらに、太平洋戦争末期は、本州九州間の物資輸送の要衝であることから、輸送力の確保と強化のため、当時在籍した本形式の過半数が、同区間に投入された。関門トンネル区間での重連運用を予定していた25号機以降は、その利便を考慮して、当初から重連用ジャンパ付きで巡工した。既存の22から24号機も文字、 機関区転属後に追加で取り付けられている。しかし、実際には、当時の技術では空転検出が難しく、運転しにくい等の不便が指摘され、あまり活用されずに終わった。海底トンネル特有の現象として、海水が漏水してくることで、車体や内部機器、パンタグラフ周り等に塩害を被る気が続出し、現場は、その対処に追われた。 また海峡中央部から地上へ出るまでの勾配では、漏水で濡れた軌道によって空転も起きやすく、e f 重核機には最大5トン程度の始銃を積載して粘着力を増加させるなどの対策が加えられている。車体の抜本的な防査備措置として、戦後1953年以降、24.2735.3741の核機が、骨組みはそのまま、 外反をステンレスに張り替える改造を受けている。ステンレス合金を機関車の車体外反に採用した事例としては日本最初であった。ステンレス外反化された5両のうち4両は他の機関車と同じように標準の武道色に塗装されたが24号機ものみ銀色のまま無塗装で異彩を放った。1961年に鹿児島本線九州地区が 交流電化されたことから、関門トンネル用機関車も文字駅構内の交流電化区間を走行可能な硬直療用の EF30 に置き換えられることになった。直流専用の EF10 型は撤退し、新鶴見、沼津、稲沢第二、吹田第二の各機関区に転属し、東海道本線などで使用された。無塗装であった24号機も、 新鶴見機関区へ転属した直後に塗装されている。関東圏に転属した車両は、従来から配置されている車両とともに、首都圏の貨物列車用として、関西、中部地区に転属した車両は、名阪間の区間貨物列車用として使用されていたが、1965年、昭和40年までに、前期関東地区に転属し、神津機関区、新鶴見機関区、 八王子機関区及び東京機関区に配置されて、首都圏の各線で区間貨物列車を中心に使用された。しかし、EF65 型などの新型機関車の増備により、先、輪月で軸重が軽いことを活かして、次第に甲府機関区や豊橋機関区に転属し、ミノブ線や飯田線など四線区での貨物列車牽引に充当されるようになった。 1975年以降老朽廃車が始まり、首都圏では東京機関区に配置されていた29.33号機が1977年、昭和52年に廃車されたのを最後に姿を消し、身延線で使用されていたグループも同年暮れまでに EEF15 型に置き換えられて廃車となった。最後に残った豊橋機関区の飯田線南部の貨物列車運用も、 後継形式である ED62 系の増備で次第に廃車が進み、1979年には31号機の一両が残るのみとなった。しかし31号機はダム建設による臨時貨物列車運転の予定があったためにしばらく残されることになり、旧車を繰り返しながらも時折運用に入ってたが、モーター焼村をきっかけに1983年に廃車になり、 形式消滅となった。関門トンネルで運用されたステンレス外反射のうちの一行、35号機は1978年に豊橋機関区で廃車となった後に北九州市に寄贈され、文字区の大里風呂公園に保存された。2003年に修復の上、新しく開館した九州鉄道を記念館に移され、生態保存されており、これが本形式で、 唯一の現存機となっている、胴体保存機はない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。